はい、どうも、はい、どうもマイモンドです。お願いします。お願いします。これサブちゃんなんですか？はい、サブちゃんです。あの、昔、はい、昔じゃない、今日、うん、今日、明日。え、怖い怖い、何の話？何がこれをどうするバレンタインなんですよ。あ、そういうことね。そうで、昔って言ったのはスタバの飲み物をプリンにしてるんですよ、うん、はい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 、はい、バレンタインということで、はい、これをチョコレート、このまんまチョコレートにしたいなと思って、はいはいはい、美味しそうじゃん、絶対。ちっちゃくね？これ小さいのにした、安いから。こっちがホワイトなんとかだから、ホワイトチョコレートで作って、カフェモカ、まあ普通のチョコレートで作る。あー、オッケーオッケーオッケー。感じでいきたい。いきましょう。いこう。ホワイトチョコってカカオ入ってないらしいからね。へえー、すごいね。全然チョコじゃない。チョコじゃないじゃんらしい。コメント欄で学んだ。いこう。まず湯煎ってやつか。お湯を作って、ボウルの中に砕いたチョコレートを入れて、うん、湯煎すると。あ、いいよ。はい、じゃあ砕いていきますか。いつかトミー本出すんで。何の料理本。あ、じゃあこの白い方入れよう。入れます。いけますか。はい。あ、ちょっとずつ溶けてるね。ちょっと一個ちょうだい。チョコうまくね。チョコうまいな。これちょっと、まあいいか。チョコ、なんか、あ、まあいいのか。はい。いや、しゃもじがすごいな。なんかね、ゴムベラって書いてあった。必要なの。うちにはね。わかった、ゴムベラ、なんとなくわかるわ。でしょ。あれな。あれあれ。これ、こっち、これね。簡単に入れていいよ。はいはい。こいつに流し込む、うん、でも全部入れたら多分一生固まんなくなっちゃうから、うん、よく程度むずっ。これの味がつくぐらい入れて、クリームは入れたいところ。いきますよ。好きだから。やった。いや、だから本体が回ってるじゃん。いやいやいや、それでもやるんだって、こうやって。なんて、それでも止める力でいくから。待って待って、分離してるかもしんねえ。ねえ、そういうさ、こんな話聞いて。ねえ、カンタ、昔思い出すわ。カンタ、俺の話聞いて。昔思い出すわ。ねえねえ、話しかけてんだよ。なんか俺、成功数学率 2% とかだと思ってるよ。料理企画。料理企画って、うん、スムーズにいく可能性 0% で、俺のこっからの考え聞いて。んこれ、分離してるように見えるじゃん、うん、こう混ぜるじゃん、うん、で、味はこう染みるじゃん。で、これわけわかんねえ水分あんじゃん、うん、飛ぶから。いいの熱すれば。いや、いいだからチョコの上に。あんまり今喋りかけないで。ソースかけたみたいな感じだと。ん、軽く。ほら、でもほら分離しなかった。ほら、見て。え、俺の方見てみ。いや、お前ドラ遊びすんのやめろ。ドラ遊びしない、一生。一生しないで。キッチンで。うん。今なんか僕の中では結構いい感じなんで。いや、てかなんかもう完全に混ざりきってるね。これさっきママが入った方に入れていきます。はいはいはい。ね、なんだこれ成功しそうじゃない。ね、お前のこと。いや、え、これ絶対成功しない？もう、ね、俺の家事。ね、お前沼映すな今。ね、家の中に泥あんの、割れんだな。真剣に？うん。それだといける？うん、ちょっと待って。もういけたよ。なんで？ほらほら。あ、すげえな。え、いや、まあでも。でも、イメージ通りってのはすごいわかる、うん、形通りにはいってるじゃん。こちらね。うん、はいはい、待ちます。はい、どんくらい待つの。1日、2日。長っ。すげえな、今見てびっくりしたわ。これ固まったぞ、ちゃんと。ほらほら、すげえわこれ。結構ちゃんとできたよね。いや、すごいよこれですね。こっちがカフェモカをにチョコを入れてやったもん。こっちがホワイトモカかで作ったチョコ。うん、で大丈夫ですね。じゃあ普通にいただきますね。いただきますよ。気になる、気になる、めっちゃ気になる。どっち、どっちの何。俺も食っていい。フリーキック蹴る前みたいな。あー、ギリわかる。
わかるって何？ギリ飲み物の味がする。いやそっちがギリってこと？あ、ちょ、あ、美味しくある、美味しくある。うん、こっち絶対美味しいぞ。ほんとに？だって、あれだろ？ホワイトチョコしか入ってないはずじゃん。うん、全然、キャラメルの味するもん。だから食感はもうキャラメルだよね。めっちゃうまいな、こっち。な、よりあのチョコが美味しくなった感じだよね。こっちはもうスタバを美味しくした感じになってる。そう、そう、スタバが出したチョコみたいな、うん、で、こっちはチョコが出したスタバみたいな感じ。うん、美味しいね。いや、美味しい美味しい、ずっと食っちゃう、俺やばいと思う。一日で食う自信ある、これ持ってて。これ全部食った時死ぬんだろうな。めちゃめちゃ糖度高いよ、多分これ。多分、1週間分ぐらいあるんだろうな。これ持って雪山登ればいいもんな。いや、これだけ持って。まあ、よかったね。うん。ということで、サブチャンネルでした。ありがとうございました。だからこれもあれでしょ？完全なオリジナルアイデアでしょ？うん。いいじゃん。もう今誰かやってるかもしれないけどね。わかんないけど。いや、まあ、まあな。料理ではない可能性あるからな。てか、アイディア。うん、てかな。なんか、作り方だもんな、多分チョコの、うん、なんかチョコを買ってきてそういう味がついたやつを入れる。全国の女性みんな今これやってるしね、湯煎。みんな湯煎してる。あ、そういうもんか。だって結局板チョコ溶かして型に。やめろよマジで。カカオから混ぜてる人一人もいないでしょ。やめろよ。みんな板チョコから混ぜてるよ。ガーナから買ってんじゃん。え、ガーナで。ん、ガーナ行ってる人だっているだろう。ガーナ行ってるって何？ん、そのチョコ本社まで、うん、ガーナの、うん、そのカカオ農場行って。ああ、直接買って。そう、でもそういうところ個人には売らないと。売るぞ。売らないでしょ、嫌だから。ちゃんと目見て話せ、いけるだろ。